シカゴパイル1号、シカゴパイル1号、シカゴパイル1、CP-1 とは、歴史上初めて臨界に達した最初の原子炉の名称である。CP-1 は、原子爆弾材料のプルトニウム239、生成用原子炉を設計するための実験炉として開発され、後にマンハッタン計画に組み込まれた。1939年にドイツのオットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンによって核分裂反応が発見されると、その後は連鎖反応とその制御に研究の重点が移った。中でもコロンビア大学の亡命イタリア人エンリコ・フェルミの研究は抜きん出ており、連鎖反応の着想者である亡命ハンガリー人のレオ・シラードの協力も得て、1941年には基礎的な理論は完成していた。この研究は1942年に発足したマンハッタン計画に組み込まれ、研究の場をシカゴ大学に移し本格的な研究がスタートしたのである。1942年5月に原子炉の設計が開始され、同年11月にはシカゴ大学のフットボール競技場、スタックフィールドの観客席下にあったスカッシュコートに極秘裏に建設が開始された。1942年12月2日8時30分より実験が始まり、同日15時25分、シカゴ時間、科学者の一人、ジョージ・ワイルの操作により制御棒が引き抜かれ、原子炉は臨界に達した。この様子を見守っていた科学者のバーナード・フェルドは、制御棒を引き抜くとルル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 と音がして、ケーキの針が振り切れてしまったと回想している。すぐさま、ワシントンの計画本部のジェームス・ B ・コナンと、ハーバード大学学長へ暗号電が発せられた。曰く、イタリア人の航海士が新大陸へ達した。現地人は、友好的だった。ザ・イタリアン・ナビゲーター・ハス・ランディド・イン・ザ・ニュー・ワールド・ザ・ネイティブス・ワー・ベリー・フレンドリー。CP-1 はその名前の通り黒鉛ブロックを積み上げたパイル小型原子炉で、形式としては黒鉛原則空気冷却炉である。初期の原子炉はすべて黒鉛炉だったこともあって、パイルという言葉は原子炉と同義となっていた。炉心を構成する黒鉛ブロックは木枠で支えられ、手積みで組み上げられた。使用された黒鉛ブロックは350トン、全体の大きさは直径 7.5 メートル、高さ6メートルで小さな2階建ての家ほどだった。核燃料として35トンのウランを用い、3本のカドミウム製制御棒を持っていた。うち1本は緊急停止用で上からロープで吊るされており、異常があればロープを斧で断ち切って炉心へ落とす仕組みだった。またカドミウム硝溶液が準備されており、制御棒の故障時には炉心外へ流し込むことになっていた。研究炉であるため発電系統は備えていない。というより、原子力発電のアイデアが検討されるのは戦後になってからである。その後、CP-1 を大型化したプルトニウム生産炉とプルトニウム抽出工場がワシントン州リッチランド北部のコロンビア川沿いの土地にハンフォード工学工場、ハンフォードエンジェニリンワークスとして建設された。最初のプルトニウム生産炉であるハンフォード B 炉は1943年9月から建設が始まり、翌1944年9月に運転開始、同年12月28日に臨界に達した。続く、ハンフォード D 炉も1944年12月17日に臨界に達した。2機目の F 炉は1945年2月に運転を開始した。プルトニウム生産炉は黒鉛原則軽水冷却原子炉で天然ウランを使用し、プルトニウム生産専用で発電系は備えていない。コロンビア側は原子炉からの温排水で常時湯気を立てるようになったと入れている。原子炉で燃焼した天然ウラン燃料は、プルトニウム抽出工場で、ウラン238から転換したプルトニウムを抽出、生成された。そしていよいよフル操業に入ろうとしていた1945年3月10日15時23分、外部電源が喪失、3基の原子炉の自動安全装置が制御棒を緊急挿入し、原子炉は自動停止した。点検後、運転が再開されたのは3日後である。外部電源喪失の原因は、風船爆弾が送電線を切断したためだった。B炉で生成されたプルトニウムのうち、一部は1945年7月16日に、ニューメキシコ州アラモゴードで実施された原爆実験に使用され、残りは MK3 型原子爆弾、通称ファットマン製作に使用された。この原爆は1945年8月9日に長崎市に投下されている。1943年2月、CP-1 の実験は終了して、原子炉は一度解体され、シカゴ南西部のレッドゲートウッドの森の中で新たに放射線防御設備を付け加えた上で再び組み立てられ、シカゴパイル2号 CP-2 と命名された。この施設は後のアルゴンの国立研究所の前身となった。現在 CP-1 及び CP-2 はこの地に埋め立てられ、同地はサイト A、プロット M、ディスポゼルサイトと呼ばれている。一方、戦争終了後も、ハンフォードでは原子炉の建設が進められ、最終的に9基のプルトニウム生産炉が建設された。これら生産炉は、おおむね20年程度使用されて、順次閉鎖されたが、1997年9月23日に、米国とロシアの間で、プルトニウム生産炉協定、プルトニウムプロダクションリアクターアグリーメントが結ばれたことにより、ハンフォードで最後まで稼働していた N 炉が199年9月に閉鎖され、ハンフォードの半世紀に及ぶプルトニウム生産が終了した。なお、CP-1 他は最初期の原子力施設であり、放射能に対する配慮が欠けていた。そのため、原子炉に近接するコロンビア側では長期間にわたる放射能汚染が深刻な問題となっている。1965年、シカゴパイル1号はアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。シカゴパイル1号のあったシカゴ大学にはヘンリー・ムーア作の記念碑が建てられている。現在、シカゴ科学産業博物館に CP-1 で使用された黒鉛のブロックの一部が展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。